はい、えー、どうも皆さん、こんにちは、ヒトですということで、今回はですね、えー、ホセ・ピレラ選手について見ていこうという回です。はい、えー、ピレラ選手はですね、えー、広島カープに、えー、昨シーズン所属していた選手なんですけど、まあ、僕、個人的にはピレラ選手を結構お勧めしてましたね。まああのー、もしかしたら菊池選手がメジャーに行くかもしれないということで、まあ、セカンドも守れる選手ということで、まあ、ピレラ選手、来日したわけなんですけども。 1 8 3チ九9 9キロとまあ結構でかいセカンドなんですけどまあ二塁手としてちょっと守備には不安はあるけどまあベネズエラ出身で結構その積極的に打っていくタイプのバッティングができつつまあ,ある程度のパワーがあると。でまあ出塁率はあんまり高くないけどもまああのなんていうんですかねあの三振もまあそんなに多くするタイプでもないですしこう。 きっちりこうバットに当てる技術もあって、まあいい選手なんじゃないかなということを言ってましたね。で、ピレラ選手はですね、まあ僕の成績の予想がまあ2割7分4人15本とかだったんですけど、まあかなり近い数字ではありますよね。2割6分6人11本。ホームランのペース的には、まあ、現実の方がちょっとホームランペースが多かったかなって感じですけど、 まあ、そんな感じで、まあ、割と予想は近いところ行ったかなっていう感じはしてるんですけども。で、えー、そんなピレーラ選手なんですけども、今年からですね、えー、韓国リーグ KBO に移籍して、えー、ホームラン29本ということで非常に活躍しています。 えー、2割8分6輪の打率、えー、まずまずの打率を残しつつ、ホームラン29本、えー、一気にねあの、昨シーズンから倍以上にホームランを伸ばして、OPS は8割5分5輪ということで、非常に活躍したシーズンでしたね。まあ、ピレーラ選手ね、やっぱりこう、まあ、これぐらいのポテンシャルがあったんだって、まあ。 うん言いたいんですけどね。まあ、言いたい、まあ、言えない、言えないこともないけど、まあ、その辺の話をしてきます。はい。まあ、ピレラ選手はね、僕の成績予想がまあ3割15本、うまくいって3割15本みたいな話だったんですけど、まあ、これっていうのは、その、なんていうんですかね、まあ、選手個人のポテンシャルからして、まあ、これぐらいは期待できるという数字なんで、まあ、あのー、ある意味、その、なんていうんですかね、まあ、選手の、 なんか限界値でもそこからうんまあこんぐらいなんじゃないのかなっていう、まあ、予想なんですけどもでピレラ選手本当にね今シーズンすごい活躍してたんで、まあ、僕はすごいピレラ選手のことが好きな選手なんですごい嬉しかったんですけどまあ好きな選手が活躍して嬉しいっていうのとあとその活躍をこうどう評価していくのかっていうのはやっぱり切り分けて考えていかなきゃいけないんで、まあ、その辺をしっかり考えていくということですでピレラ選手はですねまあフォアボールが選べない どですまあ割と、あのー、そんな淡泊なバッティング淡泊というか荒いバッティングをする、えー、タイプではなくてまあ三振もそんなにしないんで BBK0.3 まあ独立していいわけじゃないですけど悪くないでメジャーでの通算打率も2割5分7厘なんで非常によくやってるで日本に移籍してですね えー、フォアボール選ぶ割合がちょっと減ったんですけどまあ三振の割合も減ったということで、まあ、全体に、えー、ちょっと早打ちな傾向がね、えー、強まって、えー、BBK0.36 まあメジャー時代とあまり変わらない数字ですけど、まあ、2割 6, 6人と特にね磯ですねメジャー時代と比べて長打がね少し、えーあのー、伸びた、えー、部分があって長打力 があのー、発揮されたかなという感じでして OPS も7割2分3厘なんで、まあ、ただピレラ選手ね、えー、セカンドとしてはちょっと期待できないっていうところがまあ残念だったかな、まあ、セカンドで7割2分3厘打ったのであれば、まあ、すごいすごい選手なんですけども、まあ、ピレラ選手のが、まあ、レフトとか、ね、その辺になってくるとやっぱ選手としての価値が、えー、下がってきてしまうので、まあ、そこがちょっと残念なポイントではありましたね まあ韓国移籍してからの数字ですけどフォアボールが増えてるで三振が増えてるという感じですねで BBK は0.42ということでまあ,あのやっぱねまあフォアボールはねとにかく長打が出るっていうところに尽きると思いますね。 えー、ピレラ選手本人がね、えー、ホームランをこれだけ量産していたんで、まあ、韓国の投手陣っていうのもね、えー、長打を警戒して、まあ、フォアボールが、あのー、増えるというところはあると思いますし、まあ、あの怖いバッターなんで際、際どいコースを攻められてね、まあ、なかなか厳しい、打ちづらいボールっていうのも多くて、えー、三振も増えたのかなというような感じもします。 はいまあ、ちょっと選球側の部分はね、えー、韓国球界でどれぐらいっていうのはよくわかんないんですけど、まあ、全体のスイング率っていうところを見ていくと、まああのー、スイング率がね全体的に、えー、韓国時代の方が下がってるんで、まあ、ある程度、えー、多少ボールを見極めようという意思を、えー、感じましたね。 はいまあ、そんな感じです。まあ、ピレラ選手に関してはまあ、この辺見ていくとでもね。そんなに大きな変化があるって感じではないですね。まあ、韓国に行ってからうん。大きく何かが変わったっていう感じでは特にないです。で、打球の傾向なんですけど、これ見ていくと。 あのー、まあね、やっぱ2021年、あのー、これホームラン量産してたんで、バッティングスタイル変更して、こう、フライを打ち上げるとかしてたのかなと思って、ちょっと気になったんで見てみたんですけど、あのー、フライの割合はむしろ減少してたんですよね。ゴロの割合が増えてるという状況だったんで、 なるほどと、もう、もうこれがね、やっぱ、あのー、韓国球界での野球選手をどう評価するかっていう話にもつながってくるんですけど、まあ、これがフライが多くてね、ホームラン量産してたんならともかく、まあ、が増えて、なのにホームランが増えてるっていうのは、まあ、ちょっと不思議ですよね。っていうのは、その、人、その、フライに占めるホームランの割合っていうのは、パワーの指標ですけど、まあ、そんなに大きく変動することっていうのは、基本的にはあまりないので、 まあ、韓国に行った途端にですね、あのー、フライが減ったのにホームランが増えるってことはもうフライのフライのね、えー、ホームランのある割に22.5%もあるわけですよすごい高いですよねまあ日本では9.9%メジャー通算で8.3%なんでまあそれぐらいがまあ適正値のバッターであるはずなんですよねそのピレラ選手がまあ韓国に行ったらホームランを量産しているっていうのは まあちょっとね、うんまあ、その韓国球界以前から話してますけど、ボールを変更したしなかったのなんかこう疑惑があるので、そのボールがねあのと、また飛ぶボールに戻ったんじゃないかっていう、えー、話もねあったりするんで、そこなんですよね、うんその恩恵を受けてピレラ選手はまあ活躍できたのではないかと。 もともとのポテンシャルを考えると、やっぱりね、そんな二十何本もバカスカホームラン打つようなタイプのバッターではないだろうなっていうのは、前から僕は分かって、いろいろ数字見て思ったことなんで、残念ながらって感じですよね。ただね、ピレーラ選手があの本当に活躍してるのは、引っ張り方向だけの割合が増えてるんですよね。日本に来てから なんですけどこの傾向は。まあ引っ張り方向の打球を増やすっていうのは非常に良いことなんでその引っ張った打球というのは長打になりやすいで、まあ、得点喪失の価値が非常に高い打球になってくるんで、まあ、引っ張りの打球の割合が43%で逆方向の打球の割合がメジャー通算と比べて減少しているっていうのは、えー、本人もねその、まあ、外国人選手として何を求められているのかっていうのははっきり意識した長、まあ、打力っていうのをしっかり発揮するために最善、えー、の策を打っているのかなというふうには思います。 はいえー、あとはですね、えー、韓国時代、特にハードヒットの割合もね、高いわけじゃないんですよね。えー、まあ、こういうところを見ていくとね、なんかピレラ選手の活躍、うーん、みたいなね、うんな,んかな,なんかちょっとこう。 評価に困る感じがあるんですよ、ね、まあすごくうまくいったシーズンではあるんですけど長打もしっかり出てね打率もまあまずまずだったしただっていうねこのこの感じこのうーんっていう感じなんですよね はい、まあ、そういうわけなんでね、まあ、この辺でまで、僕、以前、アーロン・アルテール選手の動画を出したりしたんですけど、アルテール選手に対して、ちょっと厳しめの評価を下しましたけど、まあ、その辺も、ここに関わってくる部分ですね、まあ、そのうーん、なんていうか、長打力っていうのがね、こうアルテール選手もゴロが多いタイプのバッターなんですけど、韓国に行ってホームラン30本も打ってるんですよね。 かなり、えー、2年連続で30本打ってるとピレラ選手も急に韓国に行ったら、まあ、ホームランが29本ということですごい活躍したっていうことなんで、まあ、個人的にピレラ選手は活躍して嬉しいけれども、あのー、韓国球界の野球の成績っていうのは、まあ、割り引いて考える必要があるっていう現状はその2019年を除いてね2019年はボールが飛ばなくなったんで、まあ、ある程度。 その信頼できる数字が上がってたんですけど2019年を除くとやっぱりこう割り引いて考えなきゃいけないのかなっていうような感じがしますね。はい、ということで、えー、今回はそんな感じで、まあ、ピレラ選手の活躍に関してですけど、まあ、個人的にはすごく嬉しかったんですけどね活躍してくれたことはただまあその数字がねこうどこまで信用していいのかっていうのはまた別の話になってくるっていう話でした。はい、ということで今回はそんな感じで終わっていきます。また次回バイバイ。